バルター・フランツ・マリア・シュテンネスは、ドイツの軍人。国家社会主義ドイツ労働者党所属の突撃隊、指導者。オッー・シュトラッサーと行動を共にした、ナチス・サハとして知られる。1895年、役人のフェリックス・シュテンネスの息子として生まれ、ケルンの幼年学校で、士官候補生として15歳まで教育される。1910年、 フロイ選手リヒターフェルデの高級幼年士官学校に入学し1913年に卒業している。学校ではヘルマン・ゲーリングとゲルハルト・ロスバッハと同期だった。1914年第一次世界大戦が始まりシュテンネスは陸軍将尉として従軍。 ベスト・ファーレン第16不評連隊に所属し8月にベルギーで負傷する。シュテンネスはドイツ兵とイギリス兵が共にクリスマスを祝うため、互いに親しく交わった1914年のクリスマス休戦をオフランドルにおいて経験している。1915年5月、一級鉄十字章を受訓し、ホーエンツ・オレルンテ勲章を1917年6月に受訓外等される。 1918年、リッペデトモルト公国の先行十字章、ハンザ十字章、戦勝将軍を熟君している。1918年12月シテンネスは、バイマル共和国軍の注意として職務に就く。エバルト・フォン、クライストの命令で、義勇軍シテンネスを指揮し、暴徒化した共産主義者たちを鎮圧した。1919年7月19日、軍から、 ベルリンの警察の職務に就く。1920年3月でカップ一揆が起こった折、当初は政府を擁護していたが、反乱軍に賛同し、エアハルト旅団と共に行動する。1922年2月28日、シュテンレスは警察の職務を辞し、秋に黒い国防軍に参加する。ハーネベルクの司令官として違法に軍事訓練を指導していた。 1923年10月にはゼローにおいて黒い国防軍らによるクーデターに関与した。1920年代、シュテンレスはドイツ政府に対する地下活動を続け、政治的暗殺や武器の提供、情報や暗殺計画に関与していた。一方で、シュテンレスは友人で外相のグスタフ・シュトレーゼーマンと関係を保っていた。1922年、 アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者等の申し出により、シュテンレスは突撃隊の組織編成に関する提案を受け、突撃隊の指導者にゲーリングを任命するように進めた。1927年5月、シュテンレスはナチ党に入党する。最初ベルリンオークダクの突撃隊指導者に任命され、ベルリン・ブランデンブルク、 東プロイセンとポンメルンの集団で編成されていた。1927年9月30日には、東部ドイツ突撃隊の最高司令官に割り当てられ、彼の指揮下には突撃隊の3分の1が集まった。また、突撃隊最高指導者、プフェッファー・ホン・ザロモンの副官に任命される。 1930年ドイツ国会選挙の際、ザロモンやシュテンネスは突撃隊員の立候補者を増やすように要求するが、ヒトラーに拒否され、ザロモンは突撃隊最高指導者の職を退いた。その後、ヒトラーとナチ党との関係は悪化し、隊員の不満は突撃隊の大部分を占め、特に合法路線で政権獲得を目指す党の方針と、 戦術的な違いが明確になり、シュテンネスは1923年のミュンヘン一期以来の暴力的なクーデターを促した。1930年8月28日、シュテンネスはミュンヘンの党本部に対して、ベルリンの大韓区指導者、ヨーゼフ・ゲッペルスの解任を要求した。8月30日、シュテンネスら率いる突撃隊はゲッペルスが発汗していると帰還し、 デア・アングリフのベルリン出版本社に攻撃を仕掛けた。事件当時、ゲッペルスは、ヒトラーと共に、ブレスラウにいたが連絡を受け、ベルリンに戻って突撃隊の鎮圧を急いだが、シュテンネスの突撃隊員の数に圧倒され警備の新鋭隊員は殴り倒されていた。ゲッペルスは警察に出動を要請してようやく、シュテンネスらの暴徒を鎮圧した。その後、ヒトラーは、 シュテンネスらを説得し、突撃隊の秩序回復のためエルンストレームを突撃隊最高指導者に任命する。4月1日、シュテンネスは突撃隊に対する冷ややかな待遇と未だに合法路線を行う、党本部の方針に納得せず、再度反乱を起こし、デア・アングリフの出版社を占拠した。シュテンネスは自身の立場を明確に示すため、 機関紙を左派的な内容に書き換えばらまいた。しかし、翌日に施設は警察に支援された。親衛隊によって包囲され反乱は再び鎮圧される。シュテンネスは、党の指導者を原則の裏切り者として非難することによって自身の行動を正当化した。反乱の失敗後、ベルリンにおける彼の影響力は弱まり、ベルリンの SS 指導者、 クルトダ・リューゲとレームの側近のエドムント・ハイネスが頭角を表し、シュテンネスと彼の支持者は党から除名された。除名後、シュテンネスは対抗組織として国民社会主義ドイツ闘争運動隊を組織する。除名後、シュテンネスはナチ党の権力掌握までナチ党の反対闘争を続け、クルト・ホンシュライヒャーなどとも接触を図った。1932年、 シュテンネスは1930年にナチ党から脱党していたオットーシュトラッサー率いる革命的ナチスと合流する。1933年のヒトラー内閣成立後、シュテンネスは祭司と共に知り合いの助けを借りてイギリス経由で中華民国に亡命する。中国では蒋介石の軍事顧問として国民党軍の訓練に当たった。彼の指導する軍は プロイセン軍をモデルにしており、国民党軍と警察部隊を再編成するためになされた。また、2000人強の小解石の護衛部隊を編成した。中国では、ドイツの外交官や情報当局、ゲシタポからの干渉を受けることはなかったが、シテンレスは常にナチスからの迫害を恐れていた。第二次世界大戦の勃発後、 ドイツへの帰還を促されるがこれを拒否した。1949年にシュテンレスはドイツに帰国する。1951年5月、議会選挙のためニーダーザク選手州から立候補し、その後はイントン生活に至る。ナチの圧政の犠牲者として自身を認定するよう申請したものの1957年に連邦裁判所から却下されている。 しかし、1954年4月のシュテンネスの手紙には、国家社会主義のイデオロギーからの根本的な逸脱が起こる様相を提している。1983年5月19日、流電シャイトにて死去。ありがとうございます。